はい、3月24日春の一日体験スクールお越しいただきましてありがとうございました。はい、ということで今日の振り返り、その前にこの先生を紹介したいと思います。じゃん、ボーカルレッスン担当のイ・ヒョンスンです。ありがとうございました。ヒョンスン先生です。ヒョンスン先生は4月から、ボーカル科の担任ということで、頑張っていただきたいなと思います。はい、頑張りましょう。頑張ります。よろしくお願いします。ということで、春の一日体験スクールだったんですけれども、お越しいただきましてありがとうございました。まずはゲストの方に登場していただきたいと思います。株式会社イギ、はい、代表取締役、ショーの卒業生でもあります高橋よしきさん。はい、ビジネス講座本日やらさせていただきました。力になれましたかね。はい、一緒に目標を叶えていきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、そして K-POP エンターテインメント科の方で、プロダンサー、パク・チャンホ先生。もう来てくれてありがとうございます。東京でダンススタジオしていてるパク・チャンホと申します。じゃあ現場で会おうって言ったので、会える機会、会える時まで頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで、ダンス科に、お越しいただいた皆様ありがとうございました。今回はミュージックビデオ撮影ということで、映像制作の MAD さんにも入ってもらって、やったわけですけれども、非常に、ミュージックビデオの現場、制作現場を体験したというところで、でした。はい、次回は4月14日、ダンス一緒に踊りましょう。ありがとうございました。こんにちは、K-POP エンターテインメント科の担任、ゴニョンジュと申します。今日は一日コースから始まったんですけど、たくさん の学生の参加をしていただいて、どうもありがとうございました。また4月14日も K-POP エンターテインメント科に申し込んで参加していただけたらと思います。待ってます。カムサミダー。はい、今日は、ミュージシャンのね、バンドアンサンブル参加していただいた皆さん、どうもありがとうございました。そして今日はね、ゲストで、鶴谷友さんもね、いらっしゃってたと思うんですけれども、次のお仕事があるということで今日はもう帰ってしまったんですが、鶴谷さんも最後おっしゃってたように、もう高校生のうちからもうクリエイティブなことをたくさんしろというような話をしておりましたので、作曲でも作詞でも何でもいいから、クリエイティブなことをね、やっていけっていうようなお話でございましたのでね、その言葉をぜひね、思い返していただいて、ぜひクリエイティブなことを一緒に、していってもらいたいかなと思いますし、そのクリエイティブなことを手伝うのが私たちショーだと思っておりますので、また遊びに来てください。ありがとうございました。あ、僕ですね。はい、音響照明家に来ていただいて皆さんありがとうございました。今日はね、音響レッスンの方僕もしてたんですけども、来るな、来るな、来たな、これ来たな。今日は大丈夫。何、あ、確認、そういう確認。バスの背もたれの席ですね。長くなるよね。そうそう、いいね。はい、はい、ということでね、はい、いろんな説明しましたけど、またね、来ていただけるときっといいと思うんで、4月もお待ちしてます。また来てください。はい、本日よりサウンドクリエイター科の担当となりました佐藤和音です。久しぶりにですね、学科説明をしたら声がカラカラでございます。でも、来てくださった皆さん、真剣に話を聞いてくれてありがとうございました。また次回もお待ちしてます。はい、ということでボーカルレッスン担当しました私とヒョンス先生で、今日ね、人数多かったので入らせていただきました。男の子も女の子もすっごい一人ずつちゃんと歌ってくれたので、私たちも心打たれました。また遊びに来てください。お待ちしてます。はい、ということで、お越しいただいた皆様ありがとうございました。次回は4月14日土曜日ということで、オープンスキャンパスということになります。次回は通常のオープンキャンパスですので、いろいろ、学科別学科説明の時間とか、いろいろと、盛りだくさん、通常のオープンキャンパスとしてやっていきます。無料送迎バスも走りますので、ぜひ遠方の方お越しください。はい、ということで、最後締めたいと思います。いきましょう。いきます。せーの、ショーキャン。ありがとうございました。バイバーイ。